株式会社企画二課代表取締役貝水木です。事業概要としておうち酵素という自分で作る酵素ドリンクのキットをですね販売の方をしております。市販されている酵素ドリンクというのがですね加熱処理をですね義務付けられています。そうすることによって酵素というのがですね死活してしまうと、どうしたら酵素をですねそのまま摂取できるのかというところもあってですね、このおうち酵素キットというのを開発いたしました。酵素ドリンクというのがフルーツや野菜とですね発酵させるという工程を作るんですけれども、それ用の粉末というのをですね独自で開発の方をいたしまして、キットというのがですねその粉末がメインになるんですけれども、合わせて簡単に作れるように一応瓶も一緒につけて届けているのと、あと作り方がわからないという方にですね酵素ドリンクの作り方の本ですね、その3点を今現在キットとしてお届けしております。当社のおうち酵素キットのですねいい点というのがですね、生きた酵素をそのまま飲むことができるというところになります。それとご自宅でですね作っていただけますので、毎日混ぜていただく必要がございます。それで発酵というのが進んでいくというところで、風味がですね日々変わっていくので、日々の変化というのを楽しんでいただくというところになります。それとフルーツを変えるたびにですね味が変わっていくというところで、飽きさせない楽しみが提供できているかなと思います。商品の強みというところが、北海道の天才糖の利用とですね生きている乳酸菌と生きている麹菌というところの配合をですね数十回100回ほどですねテストの方を繰り返して商品開発の方をしていっている次第です。それと最近ですね、熊本にある大学のですね微生物の教授の方に産学連携という形で商品開発の方をさせていただいているところです。次のステップというのがですね、キットっていうのであればですね、おすすめの季節に合ったフルーツなどもですね一緒にお届けするサービスを始めたいというふうに思っております。それと物流の動きであったり、リアルタイムにお客様の対応であったり、 CRM の動きですね、そういうふうなところを整えていきたいというふうに思っております。発酵であったり酵母、あと酵素というのをですね気軽に取り入れられる商品作りということが行えればというふうに思っております。